ああ、おお、オッケーオッケーオッケー。ずんずんやいっぱいおすすコードやい。オッケー、全然わかんねえ、なんだこれ。ずんずんやからもうなんかなんだろう、こう理解するのを拒否していて、今俺の頭が、ね、そう、あのずんずんやでも止まってるんですよ、僕の認識的には。でも直接的に言えないけど何かしら日本語で来るのかなって思っていたんですよ。うん、うん、違かったね。今回のお題はちらし寿司。答えは掃除機でございます。お前ふざけんなマジで。コードって書いただろうが。お前よ、ズンズンやってなんだよ。でいっぱいおすすもなんだよ。あー、こちらですね、ブンブンと暴れ回って退治せよ。この俳句のお題は一体何でしょうか。はい、この俳句のお題はゴキブリ。正解はチェーンソーマンでございます。そうなんじゃん、嘘だろ。頭の中蜂とゴキブリしかねえんだよお前。割と頑張ったけどな。お題こちらです。どんぶらこ、船が行きます、夢つかめ。ではレンガ様、はい、この俳句のお題は何でしょうか。アニメワンピースよりルフィ。お題がですね、ワンピースでございます。まあワンピースというもう言葉が入ってますので、まあ入ってますので正解とさせていただきますね。お題がですねこちらです。あかんで、恐ろしい、やや鬼人だ。でははるきさん、はい、この俳句のお題は何でしょうか。こちらの俳句のお題は鬼滅の刃です。こちらのお題はですね、京平さんでございます。はい、お前殺されるぞそろそろ。今回は直吉さんが大好きなワードでございます。大好き、あら、ね、やったやった、あ、できました、はい、早いな、早い、はい、大好きなので、早すぎ、はい、早いな。ついてるよ、僕もあなたもご立派ね。では、はい、こちらの俳句のお題は何でしょうか。こちらの俳句のお題はチンコ。こちらの俳句のお題はおちんちんでございますね。来てくださいコメント欄、おちんちんに大拍手でございます。こちらでございます。難しくない。お気に入り見つけて洗浄、いざ行かん。ではこちらの俳句のお題は何でしょうか。パンツ。こちらのお題はランジェリーショップでございます。誰がわかんだよ。惜しいじゃん、めっちゃめちゃめちゃ惜しかった。めちゃくちゃ惜しいな。ランジェリーショップとはまた、そうですね、男性でもつける方いらっしゃいますかもしれない。こちらのもしハチミツ様が普段つけるということでしたら、ちょっとポイントあげてもいいかなと、ね、はい、上下セットでつけるよっていうことでしたらあげちゃいましょう。こちらですね、はい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 、うるさいな、朝からお前はやめてくれ。これははるかくんです。こちらのお題ははるかくんでございます。よし、はい、いやもうさすがだよ、さすがだよ、いい加減にしろでございます。あ、目が覚める、おはようございます。おはようございます。おで、こちらでございますね。おゆらゆらくん、目つきが悪いたまごくん。こちらの俳句のお題は何でしょうか。ジェイソン・ステイサム。こちらの俳句のお題は銀玉でした。銀玉で、ね、わかるわけねえよそんなの。銀玉で食べて、いや見たことないのよ俺。こちらでございます。はぁ、下の山狭間に設置地雷ドス。わかんないんですけど、はい、このあれは下系多めってことですか。なんか嫌な思い出あるなこの。こちらの俳句のお題の答えは
何でしょうか。うん、イボジ。この俳句のお題はイボジでございます。あの、ボロさん、ボロさん、はい、僕だからですか、このお題出したのは。そうです、俳句も相当うまかったですね、こちら、はい、メンヘラでございますね。ここで一句。腕切った、背中に傷ないよ、血だらけだ。これまた春かすか。さっき令和の虎の、ね、あの企画がツイキャスのやつあったんですけど、あの三大鬼徹で、そう、三大鬼徹で腕切ったんですよ、あいつ。そう、腕切りましたから。うちのチームの時のお題春かしかないんですか、これ。もしかしてこちらの俳句のお題は何でしょうか。これは多分腕切ったなんでリスカやと思ったんで、もうメンヘラ、メンヘラで。こちらの俳句のお題はメンヘラでございます。素晴らしい。腕切ったでもう遥かかなって最初の思ったんですけど、でも2連続でそれはありえないかと思って、もうわからなすぎて腕切ったをリスカだと例えてもうメンヘラでいいや。お題の方発表したいと思います。こちらで俳句を作っていただこうと思いますね。ボンジュール。うん？海を越えて企画する。グーグーっていいんですかこれ？フランスの配信者と思って調べようと思ったけどダメか。フランスの配信者誰が知ってんねん。あ、分かった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 、OK、そういうことか。こちらの俳句のお題は何でしょうか。エマさん。こちらの俳句のお題はエマさんでございます。ボンジュールってフランス語ですよ ね、 あのあの直接的なことはあの言えないので、そうですね、なので海外の言葉に横に、はい、ってことでございますよね、うん、うわ今考えたら確かにもっといいのあったな、はい、アルデンテフィットチーネな巨乳かな、あこれとんでもない、とんでもない、とんでもない、本当の本当の都合でですね、本当の都合で縦になる。なるほどね。こんなこと思ってないけど、まあこれでっていうニュアンスで、はい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 、厚化粧、私が通る道明けな。こんな感じの人が、まあ、近くにはいるな。この道明けなっていうこの口調、はい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 、の感じ。なるほどなるほど。で選んでる、うん、こちらの俳句のお題は何でしょうか。ゆうさんで。こちらの俳句の、お題の答えはですね、ゆうさんでございます。まさかの全問正解。厚化粧すげえな、はい、厚化粧かてんなんぼ。はちみつくんがあの女性もの下着つけてるおかげで、あのそうだよ、ね、よかった、はい、まあ、今後はね着用していただくということで、ね、はい、ランジェリーショップにとつけ、おー、はい、証拠写真出すよ今度、はい、ガーターもつけるわ、はい、これでまさかの遥か賞ということで、チームリーグ4ポイント並びましたね、やったー、書いたのチーム C ですので、はい、まさかの6ポイントということで、はい、6ポイント、うわー、ということで、チーム C が1位、チームリーグが2位、チームリーグが3位という結果になりました、はい。